末延さんはね、特別な特殊訓練を受けている、その例えばその原発のようなものを破壊する特別工作員みたいな形でですね、受けてない人でも、しかも単独で行動して十二分に原発への攻撃が可能だと、こういうふうにおっしゃって、これは大変びっくりしました。これははっきり言っても生還をね、生きて帰ることで、生還を期さなければ、来さないのであればと。原子炉を破壊した時は被爆しますからね、はい、それのってやった時に自分の命じゃないから、それをこれ考えなきゃできないんです。もうはっきりと私の何年もいけないから、これやって原発のね、問題ね、止められるんだったらやっちゃうんですよね。やっちゃうというかそういう可能性があると、できる話なんです、でそれは、私程度の訓練を積んだものであれば、自動小銃と携帯戦車ロケット砲、爆薬程度の、軽装備、これは一人で持ち運べるんですか？車でもあれば。車でもあれば大丈夫ですね、もう私は変わらない、いい時だったらね、自分で持ってね、運べるからだと思います。爆薬もね、30キロ程度あれば、結構原子炉ね、ダメージがあると当たるし、もうそんな少なくともね、昨日にね、放射能ね、拡散させるぐらいの、破壊だってできますから、それは原子炉、建屋を狙うんですか、それともこういう、なんていうのかな、コントロールルームとか、いわゆる、送電線とかですね、ああいうものが倒れたことで、電源喪失になったっていうことがあったんですけど、電間喪失とかそういうね、コントロールなことをやるルームをやったらば、対応されて、要はね、放射能を拡散させないものね、目的のことが目的ですからね、やった時は、その時はそのコントロールームやっても復旧されたら被害は最小限に収まってしまうんです、やる以上は原子炉の、ダメージだった時なんですよ。で、原子炉っていうのは結構ね、頑丈できてるんですよね、そう、破壊するのにはどこでもここでも爆薬仕掛ければいいってわけじゃないですから、一番弱いところを破壊してる時は、でもそれは想定がつく、想定つきます、つきます、なるほどね。今ネットも大体外宅の原子炉のその出ますよね。出ますね、いくらでも、もう情報ある。まず原子炉本体は丈夫だけども、それにつながってるね、配管とかは弱いんです、そういう接続してる部分は、そういうところでこう集中的にやれば、ダメージ与えることできますからね、でましてや、ここだったら泊まり原発あたりだったらば、もう1時間ぐらいのこと30キロ圏外ぐらいだったら汚染できますよね、札幌だってはこの辺でも5時間や10時間もあれば放射能汚染できますから、はっきり言って1回原発大規模に破壊できれば、根室あたりまで放射能行きますよね、あそこは泊まりだったら、で北海道のね、気象条件っていうのは西風なんですよね、メインは。泊まりはね、ちょうど西側なんです。あそこであれば放射能はすぐの容易に、東側に飛んでくるんですよ、札幌に。函館で明日話すんですけど、函館の人たちはね、大間のこと大変気にしてる、泊まりも気にしてると思いますけどね、そういう、大間だけじゃなくて、対岸には何しろ六ヶ所村がありますから、六ヶ所村はもう出てくる放射能のレベルが、桁が全然別のものなんで。でもちょっとね、衝撃的なのは、ミサイルを撃ち込まれればという質問をね、これ山本太郎議員が安倍さんに質問しました。ミサイルは使わないと思うんですね。できるということですね。ミサイルっていうのははっきり言って政府国ぐらいのレベルでやる話ですよね、そうですね、北朝鮮あたりのね、そうですね、北朝鮮はイメージして戦術ミサイルとか、それをやると大掛かりな話ですね、ただ工作員でもってやるんだったら簡単な話なんですね。ということは、IS に喧嘩売るということは、 IS いくらでもどこの国でも行けますし、命を全く惜しまないですから、彼ら生還を期さないですから、例えばそういうようなテロリストたちに対してものすごく攻撃的な姿勢で我々の日本が望む、じゃあもうちょっとただごとじゃないことをやろうという話になったら、こんなことは簡単だ。そうです。しかも今 IS って言いましたけどね、一番怖いのはその北朝鮮の工作員ですよね、っていうのはほとんど原発って日本海側なんでしょ。そうですね。で、今の原発の警備体制っていうのはどのご存知ですか。緩いというのは、僕はあまりにも緩すぎますよね、はっきり言って。これははっきり言って強行突入すれば、
わけなく原子炉自体まで、ねうん、行けるっちゃ早いわけです。